鈴木貞治昭和16年8月12日は日本の建築家。静岡県静岡市出身。夏目漱石のアイムで漱石の小説の中にも登場する。1870年駿河国静岡に旧旗元で大倉官僚の鈴木敏之の長男として生まれる。1896年に帝国大学工科大学づくり科学科を卒業し、翌年、 三井銀行に入り建築係に勤務する。1898年、夏目漱石の妻である夏目京子の妹と結婚し、1903年には文部省の命を受け、イギリスとフランスに留学。1906年名古屋高等工業学校の建築家教授となり、1922年には退官。後に名古屋に鈴木建築事務所を開設する。 1941年71歳で逝去した。鈴木が生涯で設計した建築物は80棟に及び、うち44棟が名古屋市内に集中している。このことから名古屋を作った建築家とも呼ばれる。また、2009年光社地会の創設100周年記念事業として鈴木貞次自称が創設された。ありがとうございます。